とうございます。じゃあ、先にちょっと真ん中に行っていただきましてですね。よろしくお願いします。じゃあ、少しご指示いただきましょうか。毎年結構顔を合わせてる方もいっぱいいらして、でまた来てくれたねなんて温かく迎え入れてくれます。その皆さんの笑顔を楽しみに、そして私も笑顔を届けられるように、去年までよりももっと一人でも多くの方と、触れ合えられたらなと思っております。ツールド東北は参加する側、支える側、本当に双方に心が温まる素晴らしい、私も大好きなイベントです。今年も私が所属するサントリーも大会をサポートしますし、私自身も東北応援大使として大会を盛り上げて笑顔の輪が広がるお手伝いをできたらいいなというふうに思っております。自転車に乗ることによってですね、今回牡鹿半島という新しいまたコースができて相当厳しいということも伺っているんですが、その厳しい中でですね、登り切った後に感じられる緑の間を走り抜ける自転車で感じる風、そして海沿いを走った時に感じる潮風、こちらも感じてですね、素晴らしいまた大会を満喫したいと思います。よろしくお願いします。音楽でそこにいらっしゃるみんなの心と心をつなげたらいいなって、そんな思いで曲を作らせていただこうと思っております。本当に笑顔でお願いします。